最近調子はどうだ？もしどこか具合が悪かったら無理するなよ。うん、悪くない。くつろぐにはぴったしの場所だな。実はレンジャーの場合、野宿するのはごく当たり前のことなんだ。以前私が外をさすらってた時は、風を避けるためのテントがあれば十分だった。まあ強いて好みをあげるなら、草木の生い茂った場所で過ごすのが好きだけど、だって聖地に満ちてるだろ。え、あ、そうそう、聖騎。ごめん、師匠から前に一度聞いたんだ、聖騎に満ち溢れてる場所は体にいいって。大丈夫、今のままでいい。一つの場所に長く住むには気分ってものが一番大切だろ。今のこの場所を私はとても気に入ってるんだ。誘ってくれてありがとう。こんにちは。遠くから君が来るのが聞こえてたよ。ああ、ここの環境は過ごしやすいし、景色も美しいからね。とても居心地がいい。むしろ居心地が良すぎる。見てくれ、ここでやるスケジュールを組んでみた。うん、多少ね。あちこち見て回って様々な植物を観察する。いつもと同じように。これは学術研究のためであり、そして僕の日常でもある。でも僕は休暇気分でここにいるんだ。だから業務も普段の6割程度にしてある。もし何か用があったらいつでも僕のところに来てよ。こんにちは。遠くからおはよう。早起きは三文の徳だ。鳥は早朝に目覚めることで虫を捕まえられる。ただそれは早起きした虫からすると異議を唱えたくなるかもしれないけど、食物連鎖とはこういうものなんだ。ほら、葉は早起きせずとも虫に食べられるだろ。それに対して葉は文句を言うこともできないじゃないか。最近調子はどうだ？もしどこか具合が。おはよう。今日は調子がいいんだ。今日一日この調子のまま過ごせたらいいな。最近もしどこ。早く寝ろよ。明日もいい一日になるといいな。ん？私？私は今日の課題を終わらせてから寝るよ。こんにちは。遠くから君。まだ寝てなかったのか？こんな時間まで起きていたら、僕の助手として研究を手伝わせるよ。